フィラデルフィアはアメリカ海軍の軽巡洋艦、ブルックリン級軽巡洋艦の一隻。艦名はペンシルベニア州フィラデルフィアにちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。フィラデルフィアは1935年5月28日にペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア海軍交渉で寄港した。1936年11月17日に 州知事ジョージ HR の夫人によって、命名、浸水し、1937年9月23日に、艦長ジュールズ・ジェームズ大佐の指揮下収益した。偽装が完了するとフィラデルフィアは、メイン州沿岸で大焼け身を行い、その後1938年1月3日に、フィラデルフィア海軍交渉を出港し西インド諸島での成長に向かった。 フィラデルフィアはフィラデルフィア海軍交渉でオーバーホールを受け、西インド諸島で回復訓練を行った後1945年6月4日にバージニア州ノーフォークに帰還した。7月7日にベルギーのアントウェルペンに向けて出航し、トルーマン大統領とその一行が上官した従順洋艦オーガスタの護衛任務に就く。一行の中には、 ジェームズ・バーンズ国務長官及びウィリアム・リー・ヒゲンスイも含まれた。アントウェル・ペンには7月15日に到着し、大統領はオーガスタを下官しポツダム会談に出席するため飛行機に乗った。会談の終了前にフィラデルフィアはプリマスに移動し、大統領の帰還に備えて待機した。1945年8月2日、フィラデルフィアはイギリス国王ジョージ6世上官の栄誉を受ける。 フィラデルフィアは同日出港し、8月7日にノーフォークに到着した。9月6日、サウサンプトンに向けてナラガンセット湾を出港し、9月25日に元ドイツ客船オイローパの護衛として帰還した。ナラガンセット湾及びチェッサピーク湾での活動後、1945年10月26日にフィラデルフィアに到着する。11月14日には、 フランスのルワーブルに向けて出港し、同地で陸軍の機関兵を乗せ11月29日にニューヨークに到着した。フィラデルフィアはその後も魔法の絨毯任務を継続し、ニューヨークを12月5日に出港、25日に帰還した。1946年1月9日に不活性化のため、フィラデルフィア海軍交渉に到着した。 フィラデルフィアは1947年2月3日にフィラデルフィア海軍交渉で退役し1951年1月9日に除籍された。その後総合防衛援助計画の下、ブラジル政府に売却された。ブラジル海軍では和方ゾの官名で収益し1973年に廃棄された。フィラデルフィアは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖書を 受賞した、ありがとうございます。